愛用のガーバーのベアグリルスナイフ。なんとこれナイフだけじゃなくてすごいんです。ここチャラーン、ファイヤースターターがついているのであります。さすがベア様。やり方はこのマグネシウム棒にナイフの背の部分のこの尖った端の部分、ここで擦りつけます。そうするとヒラメが出ます。本日のほぐちはポケットのホコリを、これをほぐちにして練り缶式で火をつけたいと思います。細く割った木を置き、ほぐちを置きます。そこをめがけて擦る。おー出た。うわ、なんかハリーポッターになった気分やな。はめっちゃ出てるんやけどな。ほぐちが溶けてきたので、ちょっと結構ティッシュを使いたいと思います。ティッシュをモフモフしてこれに火をつけよう。あ、ついた。あ、ついた。ついた。やったー。あー、ティッシュでよかった。ついたー。やったー。ついたー。めっちゃ大変。どうだい、ついたろ。これが練り缶式マッチさ。噛んだ。疲れた。噛むわ、そら。めっちゃ大変。もう40分くらいかかりましたよ、ここまで。これでようやくご飯にありつけます。今日の教訓、ティッシュは常にポケットに持ち歩きましょう。以上、状況終わり。